皆さんこんにちは。いよいよ配信がスタートしました。お昼過ぎの時間にもかかわらずご覧いただきありがとうございます。 UCC ドリップポットとウォンクがこの冬お届けするご褒美ホリデー企画、プレミアムコーヒー&ミュージックホリデーのキックオフとして YouTube ライブをお届けしてまいります。本日のこの YouTube ライブ、 UCC の中平さんとエクスペリメンタルソウルバンドウォンクのメンバーの皆さん、そして MC として私矢作でお送りしてまいります。およそ40分間の配信を予定しております。最後まで皆様ぜひお付き合いください。そして本日なんですが、この東京港区の御成門にあります上島コーヒーのフラッグシップでありコンセプトショップのナンバーイレブンから配信をしております。店内もこのイベントに合わせて今回の企画のテーマであるコーヒー×音楽を中心にホリデー感のあるアイテムに囲まれていまして、素敵な内装となっております。早速ですが、まずは今回の配信で初めてプレミアムコーヒー&ミュージックホリデーのことを知るよという皆様のために、私からこの企画について簡単にご説明をさせていただきます。本試作は UCC のカプセル式コーヒー、コーヒードリップポットから新たに登場する4種類のスペシャルティーコーヒーをブレンドしたカプセル、ウィンターブレンドの発売を記念したイベントとなっています。同じく4人のメンバーで新しい音楽を生み出しているエクスペリメンタルソウルバンドウォンクの皆さんとコラボレーションをし実現いたしました。UCC とウォンク、ともに最高の一杯、一曲を生み出しているものづくりのプロである両者のコラボレーションにより、2021年の締めくくりとなる12月のこの季節がコーヒーと音楽で皆さんにとってご褒美ホリデーとなるようなプレミアムなコンテンツをお届けしてまいります。お家で過ごすホリデーシーズンをコーヒーと音楽でもっとプレミアムなものにしていただくため、本日12月8日からクリスマスイブの12月24日までの間、ホリデーシーズンを盛り上げる3つのコンテンツをご用意しています。ウォンクメンバーが厳選したプレイリストやボーカルの長塚さんと UCC から提案するおうちパーティーで楽しみたいコーヒーマリアージュのご紹介、4回に分けて公式ホームページにて公開していきます。さらにスペシャルなクリスマスプレゼントとして、ウォンクメンバーの直筆サイン入りのドリップポット DP3 を4名様にプレゼントいたします。画面下にあります概要欄にプレミアムコーヒー&ミュージックホリデーの特設サイトの URL を記載いたしますので、詳しくはそちらからぜひチェックしてみてください。そしてプレミアムコーヒー&ミュージックホリデーのスタートとなる本日の配信では、これからウォンクのメンバーの皆さんをゲストに迎えたトークライブをお送りしてまいります。テーマは特別なコーヒーと音楽を生み出すクリエーションとは。それぞれ UCC さんとウォンクさんより最高の一杯と最高の一曲を求めるものづくりへの熱い思いを伺ってまいりたいと思います。今回ドリップポットとウォンクがコラボをした理由の一つに、固定観念にとらわれず新たなチャレンジによって高みを目指しているという共通点があるそうなんです。こちらにつきましても今日のトークで紐解いていきたいと思います。ということで早速本題に入ります前に、改めてご登壇の皆様をご紹介させていただきます。はじめに今回ドリップポットから新発売するカプセルウィンターブレンドの開発を担当されました UCC の中平さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。 UCC の中平と申します。今回ウィンターブレンドを開発させていただいたのですけれども、もともと私裏方の仕事が多くて、バリスタの大会とかブリュワーズの大会の選手のブレンドとか、それから焙煎ですね、こういったことを担当することが多くて、でなかなか勝てないので、そしたらもう勝てる原料を探しに行けっていうことで、よく産地の方にこう派遣されるようなことが多くなって、まあ、それが今の仕事につながっていまして、今は農事調査室というところで仕事をさせてもらってます。今回のウィンターブレンドですね、こちらの素材選びというところにもつながりますので、また後ほどお話しさせていただきたいと思います。
はい、もうコーヒーのプロ中のプロでいらっしゃるということですね。はい、よろしくお願いいたします。さあ、では続きまして、エクスペリメンタルソウルバンドのウォンクの皆さんです。画面の右手からドラムス新田光さん、そしてキーボード江崎綾武さん、ベース井上寛さん、そしてボーカル長塚健人さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、改めて今日のこのイベントにかける思いなどお聞かせいただければと思います。ものづくりをしている、僕らも音楽作ってる身として共通点がたくさんあると思いますので、そして何より僕らメンバー全員コーヒーが大好きなので、たくさんお話しできることが今日あると思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、こんな4つの個性という共通点から最高の一杯、最高の一曲に隠された秘訣を追いかけてまいりたいと思います。その前にお互いね、初めましてということなんですよね。ウォンクさんは事前に DP3 実際にお使いいただいているということなんですが、はい、使ってみていかがでしたでしょうか。まずとても簡単な操作性というか、本当に手軽に入れられる仕組みになっていて、とても使いやすいです。ありがとうございます。セールスマンみたいになっちゃうんですけど、すごく簡単で早くて静かで3拍子揃った機械なんじゃないかと思います。中平さんがこうやって飲んでほしいっていうコーヒーをドリップポットであれば、もう間違いなくその味で入れられるってことですよね。そうですね、我々が想定したレシピっていうものがまずカプセルに入っているので、その通りに落としていただくと、我々の想定した味で皆さんにコーヒーを楽しんでいただきます。皆さんそのあたりはしっかりもう、でも押すボタンを押すだけ ですよね。ただすごくこだわっていただく方にはですね、湯量も調整できますし、お湯の温度も調節できますし、あとは抽出時間ですね、こういったもので、皆さんの好みの味に最高の一杯に仕上げることも逆にできる機会なんですね。すごいシンプルなんですけど、今いただいたみたいに自分の好みの豆を入れたりすることもできたり、シンプルながら奥深い機械だなっていうのを。いや、これすごいコーヒークロートの方でもものすごい楽しめるいいアイテムだなっていうふうに思いましたね。本当になんかお茶のモードとかもありましたよね。確かに、そうコーヒーだけじゃないんですね。だけじゃないという面白さもありますよね、はい、紅茶だったりとかね、緑茶とか、紅茶、緑茶、はい、その他もろもろ、はい、夏はねアイス専用なんていうものもね、そうですね、ありますもんね、うん、はい、はい、コーヒー好きのウォンクの皆さんにとってももうじゃあ欠かせないアイテムになりそうな感じですよね。これ全然本音というか毎日使ってますありがとうございます。楽すぎて、はいはい、さあ、ではですね、そんなねコーヒーが好きとおっしゃっていただいているウォンクさんなんですが、まずは早速コーヒーからちょっとお話をしていこうかなと思うんですが、最高の一杯を求めて新たにいいものを生み出し続ける、そのものづくりへの熱い思いから音楽との共通点を紐解いていきたいなと思うんですが、まずどんなクリエーションによってこのカプセルウィンターブレンドが誕生したのか、中平さんからお聞かせいただきたいと思います。はい、今回のブレンドなんですけど、イメージがこうなんていうんですかね、暖炉のある部屋で暖炉するみたいな、ちょっと韻を踏んだ感じなんですけど、そういう風なシチュエーションからイメージしてあるんですけれども、ドリップポットでも月替わりで皆さんのところに配信させてもらっている反復会のシリーズがありまして、そこで使っているシングルオリジンスペシャルティのコーヒーがいくつかあるんですが、そういったものをこう使いながら、でまたそれだけじゃなくてもっと足りないところはこうまた探し当てて、で今回のブレンドに必要な素材を集めて、シナジーというか相乗効果を生み出してこうブレンドを作りたいなと。でこれからね、ウィンターシーズンというかホリデーシーズン、年末年始いろいろ人が集まることが多いので、そこでこう楽しんでいただけるようなブレンドを作りたいなというのが我々のこう趣旨というか、設計にあたった思いです。このスペシャルティをブレンドするっていうのって、なんか普通のブレンド作るのとは
わけが違うわけですよね。あのスペシャルティのコーヒーってそのままで個性的なんで、あのなかなかこうそれあえてブレンドするっていう感じでよく言われるんですよね。でなかなかされる方もあの少ないと思うんですけど、あのブレンドを設計する側の我々の立場からすると、個性のない豆同士を混ぜ合わせてあのこう新しい味を作るよりも、あの個性がはっきりしたもの同士を組み合わせる方が狙った味が作りやすいんですよね。こうビビッとっていうか、そんな感覚で作れる。あの色とかでもこう曖昧な色同士だとなんか曖昧なものしかできないんですけど、そういう意味でスペシャルティを使うっていうのは僕らにとっては本当にあの贅沢な、はい、そうなんですね、はい、行為なんですよね。あのこのスペシャルティブランドを作る上で大切なことっていうのはどんなことなんでしょうか。あのですね、あの音楽との親和性と言いながらですね、ちょっとサッカーの話とかみたいな形で説明すると、全員がこうメッシとかだとあの試合にならないんですよね。超一流の選手であってもやっぱゴールキーパーもいるし、あのディフェンダーもいるしみたいな、そういう意味ではそれぞれのポジションで最高のものを集めることで、こうバランスを取りながらあのこう一つの方向性に向かって最大限の力を生み出すみたいなところが、まあ、難しいところでもあり楽しいところでもあるのかなと思ってます。それぞれやっぱり役割があるよっていうことですね。そうですね、はい、はい、あのじゃあどんな風にスペシャルティーブレンドっていうのは作られていくんでしょうか。はい、まずはあの本当に基本的なことなんですけど、スペシャルティに限らないんですが、それぞれの豆がどんな味なのか、どんな個性を持ってるかっていうことを知る、理解するっていうのが大事です。で2つ目がこの、さっきあの私が、暖炉で暖乱っていうあのちょっとこう滑った、ね、あの韻を踏みましたけれども、あのまずはイメージを作っておかないと、どこに向いていくかみたいなのがあのなんですかね、迷走してしまう。あのコンセプトがはっきりしているとそこに向けて必要なものを集めていくので、 あまりこうあの迷ったりしないのかなと思います。で先ほども申し上げましたけど、それぞれの役割を決めていく。人でいうと顔、それからボディ、それからまあボトムというかアフターテイストみたいなところですね。そういうところに必要な豆を揃えていって、まあ、一つの形に仕上げていくっていう、そういうふうな、まあコンセプトというか、まあ、セオリーで、ブレンドを組み上げていきます。なるほど。じゃあ今回のこのウィンターブレンドに関しては4種類の豆を使われてるんですよね、はいはい、この4種類のそれぞれの個性を知って、はい、でそれをこう掛け合わせて。そうですね、あのポジショニングでいうと2つの豆で顔の部分、表情を作ってます。で残りの2つで、まあ、ボディとアフターテイスト、ここのイメージをつなげてる感じですね。はい、ではですね、ここでちょっとあのそれぞれ4つのこの豆でコーヒーを入れておりますので、うん、はい、こちらをお召し上がりいただき、そして最終的にウィンターブレンドも召し上がっていただこうかなと、はい、ね、思っておりますので、ウォンクの皆さんにね、あの、はい、お召し上がりいただきたいと思うんですが、準備の方はいかがでしょうか。はい、はい、今お持ちしますので、どうですか、ここまで皆さんこのコーヒーの4種類の豆をブレンドするっていうお話なんですが、もうこれはバンドっすねウォンクっすね。なんかね、話を聞いてる限りではもうすでにすごい共通してるなみたいな。はい、あのさっきサッカーの例えをね、音楽の掛け合わせの中でいただいたんですけど、うん、はい、あの僕らも全員メッシじゃなくて、はい、ゴールキーパーがいて、そう、ね、うん、フォワードいてみたいな感じのバンドで、はい、一つのバンドが成り立ってるんで、すごいそこは共感するんですよね。まあ、座り位置的には長塚さんがインドネシアで、菅さんがコロンビアでってことですかね。そうですね、そういう感じですね。もうすでにこうバコッバコッ溜まってるんですね、はいはい、まさにコーヒーですね、はい、それぞれの役割が、ね、はい、あるということですが、あ、はい、皆様の手元に今4種類の、はい、今シングルオリジンですね、はい、それぞれのインドネシア、コロンビア、ブラジル2種類、この4つが今お手元に配られております。あ、メディアの皆様にも言ってるんですね、はい、はい、それぞれあのその上に下に引いてありますね、はい、これも飲んでいただいていいんですかね。あ、そうですね、はい、今あの、はい、2セットしましたので、はいはい、あと2つ参りましたら、はいですね、何から飲めばいいっていうのはありますか。本来であればこれがテイスティングであれば
あの味の弱いものから順々に飲んでいくのがセオリーなんですけど、はい、今日はあのそうではないので、もうあの左から順番に、グリーンのこのインドネシア、次がコロンビア、それからブラジルのラゴーとブラジルのローリアという形で飲み進めていっていただきたいと思います、はい、なんかあのこれをテイスティングする時のなんかコツみたいなのあるんですか？はい、あの我々があの味をチェックしたりとか、あの品質検査するときはスプーンでこうジュルジュルってこうあのワインのテイスティングとかなんです。ああ、なんかその口内で霧状にするみたいな、そういうイメージですね。そういうやり方をします。その方があの風味が捉えやすいので、うんうんうん、鼻にこうあの液が気体になってはまっていくのであのいいんですけど、今日はあの皆さん普通にこう飲んでいただければと思います。はい、はい、では、はい、皆さんの分が揃いましたので、ここでまずはじゃあインドネシア、はい、グヌンブラウから行っていただきたいと思うんですね。ちょっと、はい、外させていただきます。はい、香りが今、ね、ちょっと配信をご覧の皆さんの元には香りは届いていないかと思いますが、すごくコーヒーのいい香りが会場内しております。こうなんかあの弱いものからがセオリーと言いつつ、この中で一番強烈なこうフレーバーを持っているのがインドネシアグヌンブラウなんですけど、こう非常にこうなんていうんですかね、ドライフルーツのような感覚とこうハーバル、それからちょっとこうアーシーな感じ、スパイシーな感じを持ったコーヒーです。すごい力強くて、逆に言うとこれこう濃縮感が強いので、少しこう伸ばしてあげた方がよりこう良さが生きる感じのコーヒーです。非常に余韻が長い、はい、そんな豆ですね、これはね。で2つ目があのコロンビアのルパタ農園、こう標高の高いところで育ったコーヒーなんですけど、ちょっとこう丸い酸味、乳酸っぽいですね、丸い酸味とクリーミーなコク、それからちょっとストーンフルーツっていう表現がテイスティング用語であるんですけど、こう種の大きいピーチとかアプリコットみたいな、そんな感覚のあるコーヒーです。中平さん、マスカルポーネのようなっていう表現コーヒーにあるんですね。あるんです、はい、その舌触りでもあるし、やっぱりこう酸の感じとか、あの柑橘の酸もあれば、うん、ちょっとこうリンゴ酸みたいな、リンゴのような酸もあるんですけど、うん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 、これに関して言うとマスカルポーネかなと。確かにクリーミーさはありますね。ありがとうございます。はい、では3つ目に参りましょうか。はい、はい、ブラジルのラゴアノアになりますね。はい、全然やっぱ香りがガラッと変わりますね。はい、こちらはミルクチョコレートとかアーモンドみたいな感じの中に、はい、ナッツっぽいアーモンドですね。すごい、ちょっとこうあのフルーティーな感じもあるんですけど、やっぱこうあのその、ローストナッツ感と、うん、それからあのアフターテイストのキャラメルみたいな甘さがちょっといいのかなっていうふうに思ってます。このコロンビアルパタとラゴアはあの定番といいますか、あの頒布会の月替わりでも使ってもらっているスペシャリティになります。で最後、はい、はい、同じくブラジルなんですけど、こちらは品種が特殊で、あのローリナっていうカフェインと、まあ、リンゴ酸じゃなくてクロロゲン酸っていうんですけど、渋みのある味わい、苦みのある味わいが普通のコーヒーの半分っていう、ハーフカフェインのコーヒーなんですね。なのですごくフルーティーなんですけど、作り方があのナチュラルプロセスって言いまして、収穫したコーヒーをそのままあのドライフルーツみたいになるまで乾燥してから種取り出すものなので、ちょっとこうレーズンみたいな感覚、もしくはちょっとこうワイニーな感覚が出るコーヒーです。これもちろん、はい、うん、あの1つずつでもスペシャリティーコーヒーとして美味しくいただけるコーヒーということですよね。そうですね、はい、はい、では最後にウィンターブレンドを召し上がっていただきますか。そうですね、はい、はい、あの、はい、ではウィンターブレンドの方に手をつけていただきたいと思うんですけど、今回ですね、あの暖炉の横でゆっくりリラックスしながらと、ね、先ほどの話が出てきてますけど、あのこうすごく華やかで複雑な味わいのコーヒーになっていくのかなっていう感じです。で、あの顔、体、足というふうに分けたポジショニングでいうと、インドネシアとそれから、ブラジルのローリナ、この2つで顔を構成していて、コロンビアが、まあ、ボディ、クリーミーなボディ、それからブラジルのラゴアでアフターテイストのところを稼ぐ、まあ、他の要素も絡み合って出来上がっているんですけど、大まかにはそういう設計で、
作り上げてます。はい、それぞれの豆の役割を決めて、じゃあ割合とかもこうバランスを取っていくんですね。はい、あの通常あの日本のブレンドの規格でもあるんですけど、 30% 以上使ってないとその国の名前使っちゃいけないっていうのがあるんですね。それ逆に言うと3割ぐらい使ってないとその国のイメージが伝わらないよっていうことなんですけど、すごいあのちょっと素人っぽい感想ですけど、あのこんなに綺麗にまとまるもんなんですね。 ありがとうございます。はい、なんかその思ったよりこうなんかこうなんだろう、全部が合わさってガチャガチャになるかと思ったら、はい、すごく綺麗に。やっぱりですね、あのメッシュばっかりだとですねガチャガチャになってしまうんですけど、うん、あのそれぞれあのポジションが違う人が集まっていただいているので、すごくまとまりがいいのかなっていうふうには思っています。ただ今度後半になりますけど、あの、マリアージュとかで他のものと合わせたりすると急にですね真ん中の人がトップに出てきたりとか、ポジションチェンジし始めるので、それも面白いところかなと思います。そういった部分の微調整はもう中平さんの腕にかかっているということですかね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。さあではあのコーヒーについてご紹介いただきましたが、最後にあの皆さんにぜひ伝えたい思いなどがありましたらお届けいただければと思います。はい、あのまあ言い過ぎかもしれませんけど、こう銀河系軍団というか、あのそういう中でもこうまとまりを持って同じ方向に、進んでいけるような、そういうそのあの通常のブレンドでは引き出せない味を引き出せていると思いますので、皆さんホリデーシーズンにぜひお楽しみいただきたいなと思っています。もう今年のこのシーズンしか楽しめない味っていうことですよね。はい、あのいろんな方にいろんなこう、まあ、シーンだったり食べ物と一緒に合わせることで、こういろんな顔をこのコーヒーから引き出してほしいなと思っています。はい、ありがとうございます。さて続いてですね、ウォンクの皆さんのクリエーションと楽曲制作についてもお話を伺っていきたいと思うんですが、あの、ね、中平さんのお話もありました、個性と個性の、まあ、化学反応、ね、ぶつかり合いみたいなものもいいものが生まれるということですが、ウォンクのメンバーの皆さんもあのそれぞれ異なる音楽のバックグラウンドをお持ちということですので、そのあたりをお一人ずつどんなバックグラウンドをお持ちなのかお聞かせいただきたいと思います。もうね、全然産地の異なる豆ですよね。そうですね、我々は言うなればバラバラもバラバラですね。そうなんですよ。そういうことですよね。そういうことですよね。ね、ちなみに新たはどこさんなんですか。俺、うん、俺がどこさんか。どこさんの豆言うなれば、まあ言うなれば、まあ、US かな。あ、US、うん、まあ、ヒップホップ。そういうことだね。ヒップホップ育ち。あの新たはそのウォンクのメンバーの中でも音楽でいうとヒップホップとかそういうジャンルがすごい好きで、僕はどちらかというとヒップホップ豆ですね。そう、ヒップホップ豆。あ、なるほどね。ああいう時は何豆なの。僕はねクラシック豆とジャズ豆ですね。あ、本当、俺もちょっとジャズ豆入ってる。ジャズ豆入ってるから、ね、豆に入ってるとかないけど、ね、でもきっとあるんじゃないですか、うん、こう香りはこう似てるけど、はい、産地は異なるみたいな、ね、確かに、はい、そういうことなのよ。カンさん何豆なんですか。僕は、まあ、ファンク。あ、ファンク豆。ファンク豆です。お、はい、僕はもうヘビーメタル豆ですね。そうなんですよ、一番個性が強そうですね。本当にバラバラでいらっしゃるんですね。はい、はいはい、そんな中でも、まあ、はい、皆さんがこう合わさっていい個性になってると、うん、そういうことですね。そういうことですね。やっぱりまずはね、うん、豆の個性を知るとこから始まらないとね。いや、そうですね、うん、まあ、スペシャリティかどうかは置いておいて、うん、まあ異なる豆だと。そうですね、はい、じゃないとやっぱクリエーションはできないよ、ね、できないやっぱり、うん、なんであのそれぞれの特徴を捉えるみたいなお話さっきあったと思うんですけど、僕らもやっぱりそれぞれの得意分野があるのをお互い理解していて、うん、で1曲を作るときにもこういった部分はあの彼に任せようとか、うん、こういった部分はこいつでしょうみたいなのがメンバーの中で共有できているから、うんうん、まあ、そういったところはすごいクリエーション重要な部分ですね。まさにそういうことですね、うんうん、まずは豆の個性を知り、知る、そう、で作り出したいものを決め、イメージをしてね、そのものに向かっていくための役割を決めると。なるほど、本当に、うん、まさにその。ちなみにリーダーはこの新たなんですけど、はい、リーダー的にはそれぞれの豆の特徴はどういったものなんでしょう。台本になかったぞこんなこと。うん、え、それぞれの豆の特徴はどんな。豆の特徴、特徴はね、うん、
おい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 台本にないこと聞くなよまあまあそういうことですよね。そういうことね、まあうん、まあヘビメタ感をやっぱ演出してくれる豆の人がいますよね、うん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 、本当に。で結構ねいろんな、カンさんはいろんなジャンルにも精通するから、うん、ファンク豆って言いながら実はブレンド、うん、そうなんだよ、ね、すでにブレンドですよね、はい、結構ねバランサーとしての、うん、いろんなところに振ってくれてね、うん、でもうクラシック豆ですよ、うん、クラシック豆、ね、はい、はいはい、ありがとうございますあのそんな4人の、はい、あのウォンクの皆さんなんですが、どんな風に楽曲がこう作られているのか、そのあたりをお伺いできないかなと思うんですが、うん、はい、どんな風に作られてるんでしょうか。僕ら基本的にあの曲によって作り方とかはまちまちなんですが、まあどの楽曲にもメンバー全員が作曲に携わってるっていうのがまあ僕らのバンド特徴かなと思ってまして、さっきの目でもね 30% 以上使われてなかったらそれを名乗ってはいけないってありましたけど、僕らも 30% 以上制作に参加してなければウォンクを名乗ってはいけないという。待って待って待って、4人で割ると 25% なのダメなのよ、それじゃあ。そうダメだよ、誰か。そうです。だからまあ 120% としていただいて全体を。まあでも本当にそういう話なんですけど、あのここそうですね、最近はずっと4人でどうするかっていうのをスタイルをずっと続けてるんで、まあそういう作り方してますね。あの具体的に楽曲の話、はい、では実際に曲を聴かせていただきながら、はい、作り方を聴かせていただければと思います。これ今からあのまず楽曲の全体、こういう曲ですっていうのを流すんですけど、僕らの曲でオレンジマグっていう曲がありまして、ちょっとそれを一旦完成版をねお聴きいただければなと思います。はい、今お聴きいただいているのがオレンジマグっていう僕らの作品なんですけど、この曲を作る時にもそのいろんなプロセスがあって、この曲の場合は一番最初に新があのデモを持ってきたんですよね、うんうん、そうですね、冒頭のピアノのパターンを持ってきたのが一番最初だよね。そうです、はい、うん、それちょっと聞いてみますか。そうですね、ちょっと一体全体だと思いますね、うん、一番最初に新たが持ってきた冒頭のピアノの部分っていうのが、うん、よいしょ、これです。みたいなね、うんうんうん、これをここだけ持ってきた、ここだけをまず新たがこう、うんうん、このサンプリングしたもの、うん、サンプリングしたものを、うんうん、いい感じにしたいっていうメンバーに相談が来て、うん、そう、でまあその後、まあ、新たはビートもつけるわけです。ここにリズムの要素を、ね、足していくわけですよね。みたいな、これだけが最初にあって、でここにあの、まあ、どんどんいろんなものを重ねて曲にしていくんですけど、うん、まず多分最初にあの曲の和声ハーモニーを決めなきゃいけないということで、うん、はい、まあ、ハーモニーといえば、はい、クラシック豆のあやたけということで担当しましたね。そう、はい、でまず曲のハーモニーをこう決めていくんですけど、うんうん、そのあやたけがつけたあのキーボードでつけたハーモニーがまあこういう感じの、うん、そうですね。でずっとこれが繰り返されるんですけど、やっぱり音楽ってこう、ね、皆さんカラオケで歌われる時とかもサビがあってとか、うん、で A があって B があってみたいなのがあると思うんですけど、まあ、展開をつけなきゃいけないっていう、うん、
ことを考えて、まあ、このループでずっと流れてるこの和音だけじゃなくて、まあ、後半の方に行くと、まあ、こういうちょっと曲が次の展開に進むみたいな部分を先に鍵盤で作っていくと、ボディってことですか。ボディってことですね。ボディこれがボディか。でも本当にクラシック豆とジャズ豆としての役割をもうねいかん、もうすごいもうね発揮しちゃってね、ボディを作ってくれたんですよね。そうそうそう、なるほどね。で、まあ、そこに僕がベースを加えたり、まあ、みんなでいろんなシンセサイザーとかを重ねていって、まあ、さっきの、まあ、カラオケ音源みたいなのが出来上がると。あ、でもヘビーメタル豆がもう今鳴ってますよね、これ。あれ？ヘビーメタル豆が今鳴っていますかね。どこかに。でこういうカラオケ音源を作って、はい、最後にボーカルの長塚にこれに歌をつけてくれというわけで、まあ、一番顔になるんですよね、うん、はい、ボーカルがみんなさん一番聞いた時に一番聞くと思うんで、まあ、最初の印象ですよね、はい、をつけてくれって言ってできたのがこれなんですけど、まあそんなに一筋縄にポンポンポンっていくわけじゃなくて、僕らもこれを作る工程で何度もトライアンドエラーして、うん、まあ、こうじゃないこうじゃないっていうのを作っていってまして、コーヒーとかですとですね、はい、農産物なんで毎年こう出来が違ったりするんですよ、はい、なので同じさっきの構成でも物の使い方、うん、割合変えたりとか、うん、こうアレンジちょっと変えたりとかするんですけど、うんうん、そういったことがこう繰り返されるということですかね。そうですね、まさに我々もでもね出来曲によってそれぞれの豆の出来異なりますね。そうですね、だしその、まあ、毎年違うっていう意味で言うとライブするときはまさにそうかなと思ってまして、はい、まあ、この曲を僕らがライブで演奏するときはその時の、まあ、気持ちに応じてフレーズも変わりますし、テンションも変わりますし、まあ、そういう意味で言うとね、毎年同じ産地でも違う豆っていうのは僕らも毎回僕らがやってるライブでも違う演奏になってるっていうのは、うん、スペシャリティのシナジーですね。そうですね、はい、すごいっすね本当に、うん、僕前音楽は野球だとか言っちゃったんですけど、はい、撤回しますわ。撤回しますか。音楽は豆だわ。音楽は豆だ。コーヒーコーヒーなのよ。なるほどね、はい、いやーすごいですね、こんなにシンクロするとは、はい、そうですね。でもこれでその後どうなるんですか。そうですね、トライアンドエラーしたという意味で言うと、このオレンジマグっていう曲、実は世に出てないもうワンバージョンがあって、それもちょっと簡単にお聞かせしたいなと思うんですけど。何それ、そんなの持ってきたの今日、ね、そうなんですよ。しかもこれまだオレンジマグって名前がつく前の仮タイトルがここに書いてあって久しぶりに見て笑っちゃった。オレンジマグ知っていただいてる方はこんな曲じゃないっていうのを分かれると思うんですけど、うん、これさっき のちょっと変わるところなんですけど、次がサビで全然違うんですよね。こっちカットしといて本当に、ね、でもこれでもコーヒーで例えるならフィルター通る前みたいな感じなんじゃない。あ、そういうことなんですか、うん、そういうことなんじゃないですかね。そうですね、いろいろ変えることで、うん、そうですね、はい、では最終的にできたのが、これが最終版のサビになるんですけど、はい、聞き慣れた、はい、聞き慣れたね、あ、よかったよかった本当に、という感じに我々は曲を作っております。ありがとうございます。最初にこんな感じになるかなみたいな予想ともう全然違ったりとかしますか。うん、なんか、うん、結構大どんでん返しというか全然違う方向に行く時もありますよね。そうですね、そのやっていくうちに、うん、
こっちの方がいいんじゃないかあっちの方がいいんじゃないかっていうのはトライアンドエラーの中で起きるので、うんうん、最終的には最初の想定よりは全然違う曲ができたりはしますね、うん、あの今、ね、クリエーションの過程を聞かせていただいたんですが、はい、ウォンクさんらしい音楽みたいなところっていうのはどんなところだと思われますでしょうか。まあ、4人で作ってるっていうところですかね、うん、やっぱりそのさっきの、ね、25% の話じゃないですけど 30% じゃなくて 25% の話じゃないですけど、はい、4人が制作に関わってるから出るサウンドが結果的にやっぱウォンクらしさ、そう、うん、なんか意外とこれ音楽業界の中以外の方だと、まあ、ご存じない方も多いんですけど、まあ、バンドってなんか往々にして全員がこうクリエーションをやるっていうわけじゃないというか、一人がまあ軸になって作詞作曲をやってでもアレンジまでやってしまうっていうのが割と多いんですけど、まあ我々はみんな割とね 25% ずつは参加しているかなと、うん、いうような作り方をしております。クイーンとかみたいな感じですか。あ、でもそうですね、クイーンとかもそうですよね、うん、そうそうそうなんです。なんかそれぞれね個性が皆さんありすぎてこうぶつかっちゃったり、うん、まあ、もちろん面白い方向に行くこともあると思いますが、うん、なんかぶつかり合って喧嘩してしまうみたいなことはあったりしないのかなって思ったんですが、コーヒーはよくありますけど、あ、喧嘩することがあるんですね。でもなんかそれって最初から喧嘩しちゃうかもなみたいな想定はあった上で選んでるんですか。はい、あのアクセントとかコントラストをつけるために入れるんですけど、入れすぎちゃって、はい、もうガチャガチャになってしまったりとか、音楽性の違いで解散ってやつですね、はい、そうですねなるほどね、成立しないですね、はい、まあ、でもそういった点では我々はリーダーが非常に、ね、優秀なブレンダーというかなのかもしれないですね、うん、俺、うん、ありがとうです、ね、はい、さあということでコーヒーと音楽のクリエーションの過程を、ね、お伺いしてまいりましたが、それぞれこう共通する考え方みたいなものはどういったところにあると中平さんお考えでしょうか。そうですね、あのやっぱりこう先ほど言いましたようにイメージをまず持つこと、それからあのそのスペシャルというかあの一流の組み合わせっていうところで言うと、あのそこから何ですかね、想像しないものシナジーみたいな形であの新しいものがこう生み出されるっていうところの驚きを少しこう期待しながらっていうところかなと思います。はい、ありがとうございます。あのもうね、ウォンクの皆さんはそれぞれがそれぞれこうコーヒー豆であり役割があって、そしてそれぞれがブレンダーでもあるっていう感じが、ね、ね、しますよね、はい、皆さんはいかがですか、何かこうコーヒーと共通する点どんな風に感じられますか。散々コーヒーとの、ね、共通点を述べた後であれなんですけど、でもあの心の底からそのものづくりっていうのは、うん、まあ、コーヒーと音楽に限らず今おっしゃっていただいたようなことはかなり根本にあるなと思ってたので、うんうん、異質なものであったり自分の未知のものを組み合わせて新しいものができるとか、そういったところのワクワク感っていうのはものづくってる人はね、うん、そうですね、共通してますよね、はい、共通して持ってるんじゃないかなとは思いますね、うん、ありがとうございます。中平さんとそしてウォンクの皆さんのそれぞれのこうワクワク感みたいなものを、はいはい、しっかりお伺いできたなと思いますが、このコーヒーも音楽もやっぱり最高の一杯ですとか最高の一曲を作り出すためにはこうクリエーションへのこう飽くなき探求心みたいなものが大切だなというところですね。そうですね、はい、やっぱりこだわり出すと、ね、原料にもこだわるし、うんうんうん、で抽出にもこだわるしっていうのがコーヒーの世界ですよね、はい、入り口から出口まで全部っていう、うんうん、はい、そういったところはおそらく音楽も共通なんじゃないかなっていうふうに思います、うん、はい、そうですね、コーヒーもね楽曲もそのクリエーションの過程をしっかりお伺いするとこう次にまた一杯飲むとき、そして音楽を聴くときちょっとまた深みが違うような気がいたします。あ、こういうふうに作られたんだなっていうところで楽しめるんじゃないかなと思います、はい、さあということであっという間にお時間が過ぎてしまいまして、はい、はい、あの本日ですね UCC ドリップポットとウォンクそれぞれコーヒーと音楽のプロが思いや最高のものを生み出す上での共通点などを語り合う楽しく興味深いお話を伺ってまいりました。最後にですね UCC ドリップポットのアシスタントブランドマネージャーであるシンさんをお迎えしまして、ウォンクのメンバーの皆さんと一緒に視聴者の皆様へこれから4回にわたってお送りするプレミアムなコンテンツをご紹介してまいりたいと思います。ではシンさんお願いします。はい、
はい、よろしくお願いします。すごい今日は中宮とモンクの皆さんが対談してそれぞれの共通点を導き出したということで、やっぱりコーヒーと音楽もお互いに高め合って新しい味を生み出していくといったところで、トリップポットも今後そういったところで新たな体験だったり驚きっていうのを皆さんにお届けできるっていうところで、とても今回いいコラボレーションになったんじゃないかなと思って、私も嬉しく感じています。今回本日からクリスマスまでの24日の4回にかけてですね、スペシャルなコンテンツを配信していきます。モンクの皆さんそれぞれに選んでいただいたホリデーシーズンをお家で楽しく過ごしていただけるとっておきのプレイリストということでですね、まず第1回目、本日8日17時から配信をさせていただくんですけども、はい、新田さんに担当いただきまして、はい、ありがとうございます。こちら素晴らしい4曲選んでいただいて後ほど配信させていただきます。もう一つがクリスマスイブの24日まで4回に分けてプレイリストとマリアージュ、特別なスペシャルコンテンツとして配信をしていきます。私もご褒美なウィンターホリデーを皆さんにお届けできるということでね、とても嬉しい思いでいっぱいです。配信さんありがとうございます。これからクリスマスイブまでが非常に楽しみですよね。では最後となりますが、本日ご登場いただいた中平さんとウォンクの皆さんから一言ずつご視聴いただいている皆様に向けてメッセージをいただければと思います。では中平さんからお願いします。はい、一人でも多くの皆さんに今回のウィンターブレンド、オルケストラでノエルですね、いろんなこうシーン、それからこういろんな食べ物で、いろんなこう人たちとこう賑やかな中で、楽しんでいただきたいなと思います。こう最高の音楽と一緒にマリアージュしながら楽しんでいただきたいなと思います。はい、中平さんありがとうございました。さあそれではですね、最後に、はい、4区の皆さんから視聴者の皆様へメッセージをいただければと思います。はい、お願いします。はい、この忙しい年末、またこれからお休みに入ると思うんですけれども、どちらのタイミングでもドリップポット楽しんでいただけると思いますし、僕らもこれからライブ控えてるリハーサルの合間とかね、いろんな場面で、楽しめたらと思っておりますので、まあ、素敵な年末をみんなで過ごせたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。そして今回コラボでね、 UCC ドリップポットの DP3 になんと皆さんにサインをしていただいているんですよね。はい、はい、こちらのこれはお宝ですね。はい、プレゼントもありますので皆さんぜひふるってご参加ください。はい、応募してください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで皆さんありがとうございました。はい、なお YouTube ライブの方がですね、はい、不具合がございまして途中で一時ストップとさせていただきました。皆様大変失礼いたしました。それではこれをもちまして YouTube ライブを終了とさせていただきたいと思います。短い時間ではございましたが、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またの機会にお会いしたいと思います。皆さんのホリデーシーズンが UCC ドリップポットのコーヒーと音楽、ウォンクの音楽でご褒美なものになりますように。皆さんハッピーホリデー、ありがとうございました。ハッピーホリデー。